こんにちは一瀬です、えー、今日はですね重要ではないお知らせの動画となりまして、えー、実はですね今週の、えー、半ばくらいからですね来週の前半ぐらいまで、えー、ちょっと旅に出ようと思っておりましてなのでですね1週間ぐらいね動画の更新が、えー、できないというね、えー、状態になるかと思いましてでそのお知らせの、えー、動画になるんですね。 でえー、この旅行っていうのはあの急にです、ね、あの突発的にねああっと思いついたものではなくてもともとですね、えー、ちょっと、ね、出かけたいなと思っていたところになんか全国旅行支援とかも始まりましたので、まあ、ちょっとそれに絡めてです、ねえー、利用してみようかなということで,で今回ですねちょっと詳しい場所はあの申し上げないんですけども、えー、関西圏にですね行ってこようかなと思っております。 で、えー、やっぱりねこう事前にねこうやってこう、まあ、しょうもないお知らせでも言わずにね1週間ぐらい更新が途切れてしまうとついにねあの輸入食品さんもね皿にやられてしまったかとかねあとお亡くなり説が出たりだとかあるいはね まあ、ついにね経験問題に心折れてもう更新しなくなっちゃったのかなとか <laughs> YouTube ねやらなくなっちゃったのかなとかいうようなねご心配をおかけするといけないので私は大変元気なんですけれども、えーまあ、旅に出ておりますので、えー、動画の更新は、えー、できませんというようなね、まあ、そういったお知らせになります。ちょうどですね、あのー、流行り病がね始まったぐらいの時に、まあ、私もね年齢が年齢ですし あのいざねこうやってねあの流り病みたいなことが起きるとどこにも行けなくなっちゃうんだなっていうのがあってでその時にですねあのもう国内海外問わずですね死ぬまでに行きたい場所みたいなリストを作ったんですよね。 私がこう死ぬまでに行きたい場所の、えー、リストの中からですね、えー、いくつかの場所をこう巡って旅をするっていうような、えー、計画を立てております。でこの行きたいリストっていうのがもう私めちゃくちゃあってなんかこう南米の方とかねブラジルの方とか,なんかあのボリビアの方とかねあったりとかして、まあ、全部ね行けるかどうかっていうのは本当にね定かではないんですけれども。 まあ年に12回ずつぐらい、まあ、ちょっとずつねあの近場でもいいしすごく遠いところでもいいし機会があればですねあちこち行ってみようというような感じでですねで、えー、今回はまあ国内ということで、まあ、比較的ね、えー、私から見たら近場というところになるんですけれどもただですね、えー、もう40年ぐらい 行ってなない場所なんですね。40年ぶりぐらいの場所になりますので、えーまあ、全然ね様変わりしてると思うんですけれども、えー、そういった感じで、えー、行ってみたいと思います。 えー、そしてあの、YouTube とかに、ね、関しましても全然、こうね私あの心折れたりとかめげたりとかしてませんのでまたあの戻り次第ですねあの経験問題追求したりとか未明、えー、問題追求したりとかね、えー、頑張っていこうと思いますので、えー、また戻りましたらですね、えー、動画の方もご覧いただければと思いますそれでは、えー、よろししくお願いいたします。